ズバリ今のお気持ちを聞かせてください。じゃあこと竹中久人さんはですね、日本で実力人気ともナンバーワンのギタリストだ。そんな方と私がセッションをするっていうことは、これは田舎の友達にも自慢の種にもなりますが、もしまずいことになったらこれは大変なことだ。しかも私の義理の兄はバッホの大ファンで、家に行くとしょっちゅうバッホのビデオを見ている。これは大変なことになりますよ。まあしかし今日は僕が知っているフレーズやコード進行はもう全部出すつもりですけどね、まあといっても3つぐらいしかないんですが、まあとにかくやるしかない。かなりビビってます。チャーさんはいきなりお前が喋るのよ、お前。俺の番組なんだから。はい。いきなりちょっとエレキを持たせてもらったりとかして。今日はもう、私が知っている全てのネタを。いや、別に今日ギター弾かないよ。おしゃべりで。そうですか。チャーさんはお前にしよう。ギターを弾くときはまずコードを何を押さえますか。持ったとこ。その日によって違いますか。例えばギャって持って、おお、さ、出た。えまさにチャーっていう感じのコードですよね。それは分かんない、持った感じ、グーって。あ、チャーさんっていうとやっぱこう分数コード的な感じで。でも何から弾くかな。これ初めに何を弾くかっていうことです。なんかその人のこう音楽性ってありますよね。結構発明した、最近発明したコードとか、ええ、あ、弾いてみたいですよね。その恐ろしいコードをまずいきなりやって、うん、あ、なんか見せない。世界で一番気持ち悪い音コンテストの、あのコードのコンテストがあるらしいですね。でなんか子供の頃とかこう気持ち悪いコードを探ってたんですけど、うん、だんだんどんなコードでもそんなに気持ち悪くなくなってくるんですよね。実はね、こんなんとか全然大丈夫だよね。まあでもやっぱ男はやっぱり A ですかね。Thank you.
気持ちさすがですね。当たり前ですか。このロックンロールのパターンっていうのはもう誰が考えたか分かんないですけど、これはもう最高の発明品ですな。でも A、E、D っていくか。あ、いや A、G、D っていうのパターンもありますね、うん。We'll be right back.
チャーさん、割とあのセンター使いますね。わあ、三人兄弟の真ん中。あ、三人兄弟なんですか。うん、だし竹中だし、兄貴、俺、弟。男の三人兄弟。そうそう、50年生、55年生、60年生。あ、何年生？38年生です。昭和で言うなよ。西暦で言え。63年型ですね。63年型。はい。なるほどね。あ、男の、実はうちはあの姉が2人です。やったね。姉が2人で。すごい内訳だね。姉、僕。あと弟のような存在で牧原紀之。だからね、もう本当子供の時から女物の洋服とかを着ていましたね。3つの時に初めて女装をしました。ああ、それでそうなった。そうなった。ギターと出会えてよかったね。いや、あのね、子供の頃初めて3つの時にメイクをして女装をして鏡の前でポーズを取ってるのをバーヤに発見されましたね。カズオは変態だっていうことに即座になりまして、家族会議にかけられて、カズオは大人になると絶対に性犯罪者になるんじゃないか。あ、でも、まあ、ギターと出会えてよかったです ね。ギターをやってなかったらただの、何になってると思う、下着泥棒かなんかになってるんじゃないですかね。そりゃええ方やろ。いや、僕チャーさんと初めて会ったのは実はラジオの番組でね。嘘。僕がやってた大阪でやってた番組にチャーさんがゲストでいらっしゃいましたね。あ、そう。その時僕の声が原田信郎さんにすごい似てるので、ノブリンノブリンと、2時間ぐらい言われ続けました。嘘、俺言ってた、はい、言ってた。ごめんね、もう昨日のことも覚えてないんだよ。いや、チャーさんがその時当時の私のことを覚えてる、覚えたらそれはもう奇跡的なことですよね。僕はもう中学の時からですね、ロック雑誌でチャーさんのインタビューを読みましたね。みんなはジミヘンドリックスには50年早いんだ。うんうんうん。なこと言ってた。50年早いんだ。俺だって30年早いんだから。っていうね。よくわかんない。なんかこう。本当かよ。証拠はあんのか。証拠はね、こう国立図書館に行けばあるかもしれませんけどね。チャーさんは一番初めにギターをこうしびれて、世代としてはベンジャーズですか。そうだね。やっぱり。クラシックギターとかもはやられたんですか。全然やんない。まあだから見本見真似で。そういうことはやってたけども、リッチーブラックマーがよくこういうのをなんかこう、だから初めてブリティッシュで、はい、ブルース系がないエレキギタリストで出てきて、ああブルースっぽくないですね。それで初めてその情報が入ってたら、クラシックギターの人のところに毎日こう玄関で待ってて、リッチーが、そうそうそう、でクラシックギターが弾きたかったんですみたいね。だからあいつ全然ブルース系ないじゃない。リッチーがやるブルースってありますね。でもね、それがね全然ブルースっぽくないですね。全然ダメだよね。だからうちの弟はパープル派なんだよね。あ、そうなんですか。俺はチェッペリン派だから、もちろんパープルも聞いたけども、うん、なんかパープルってギターのこのいわゆるなんつうのパワーコードとハモンドのユニゾンみたいな。チャーさんにそのイメージないですもんね。俺は弱いよね。一応インロックまで聞いて、ええ、やったけども、うん、なんかわーっていうのが好きじゃなくて。あ、そうですよね、うん、やっぱツェッペリング最初グッタインスバタインスが出た時にこれも最高ですよね。うん、わーなんかで、なんかこうまずグッタイムスバッタイムスっていう言葉が分かりやすかったかな、子供の時に。うん、あ、いい時悪い時かみたいな。ツェッペリングなんか
兄貴がその後大学入っちゃっていきなりジャズに転向しちゃったのもあって、へえ、子供にとってアルバムって高いじゃない、2300円とかお年玉でやっと1枚買えるから CD とか、あの CD の、あの昔高かったですよね。いや今と変わんないじゃん、ね、だから兄貴がそこで、うん、兄貴が聴いてるもんが俺の教科書だったから兄貴が急にそこでチャーリー・パーカーとかセーラーズ・モンクとかマイルス・デイビスとか突然モダンジャズの世界入って、でその上に狭い6畳ぐらいの部屋2人で使ってたんだけど、ええ、ある日帰ったらベルリンの壁ができてて、なんか急に大学って怖いとこだなと思って、そっからもう兄貴のそのなんつうかな、俺の資料になるレコードは聴けなくなって、あ、それでジャズはそんなにいかなかった感じですか。でもマクラフリンとそれとあいつなんつったっけな、俺が好きなラリー・コリエルか、コリエルとマクラフリンが2人でアコースティックでやってるのをこう盗み聞きしてたら、あ、これすごいなって思って。ジャンゴ・ラインハルトみたいなやつはどうでしたか。もう全然兄貴が言ったりとか言ってないからね、聞いたことあるけども、だからそこでコードを覚えなきゃいけないなって思い出して、マクラフィンとかで、そういうサーティーンとか、それもチャーさんっぽい感じですよね。だからそれがこう、なんつうのかな、うん、それまでコードって言っても昔のロックって、まあ、実は意外とビートルズとか難しい曲あるんだけども、うん、そんなに難しくなかったよね、うん、そこでちょっと聴いたジャズで、なんかこうまたそういう本がなかったから昔は、そうそう、ビデオもないから、だから G のメジャーセブンとかってこうやって押さえてたもん、ね、でもこういうなりなんだよね、普通今だったらメジャーセブンって普通にこうやってあるかもしれませんね、うん、これがメジャーセブンだと思ってたから、だから子供だから指がここまでいくの大変で、 F のメジャーセブンさんもこんなになっちゃう、いける F のこれ、いや、いかないです、つらいでしょ、だから外人すごいなと思ってたり。そうですか。だから全部俺のコードはあの自分の耳で考えたもんばっかり、だから開放弦が多いよね、ほうほうほう、なんかこう例えばこういう、例えば、うん、Am だったらもうこの3本しか使わない、うん、わあ、いいですねそれ、そのままもう Bm、 それで C メジャーもで Em いく、チャーさんっぽいですねそれちょっといい、チャレンジしてみよう、じゃあ C メジャー Bm E の1本ね、はい、そう、このねコードっていうのはね、はい、メジャーでもマイナーでもどっちでもいけるから面白いんだよね、俺はマイジャーって呼んでるんだけど、こうですか、うん、だからその前に何が来てるかでマイナー感出してもいいし、例えばやって C メジャー B マイナー1本やってみ、どうですか、 C メジャー7じゃん、 C メジャー7、うん、で B マイナーで E の1本いくじゃん、これマイナーでもめちゃくちゃチャーさんっぽいですね、これ、うん、でメジャー2ちゃん、ギュッいけちゃうからね、だからこの俺1本って好きなんだよね、あ、1本コード、うん、楽だし、もうこれちょっと一つ今日勉強になりました、ね、いや あとで金取るよそれはそのまま5ってこのままいけちゃうっていう、でもこれは、うん、D の1本なんだけど Am としても使えるっていうから、でまた桃取る、これだけで結構楽しい感じですね、でしょ、めちゃくちゃチャーさんっぽいじゃないですか、これ、そうだ、俺のルーツなのよ、四人林っぽくなってきましたこれ四人林やる四人林っぽい感じのブルースっていうのをちょっとやってみていいですか、いいよ、キーは A ですね、はい、
林っぽいブルースは面白い。4人林全然ブルースっぽくない。ぽいブル全然ブルースっぽくないですね。この間あの空と雲をねチャーさんがやってらしたっていうのパクったのそうスモーキーメディスンで空と雲が今弾くことができないんですけど泳ぐなネッシーっていうのをご存知ですか。わかんない。どういうんだっけ。割と簡単なんですけど泳ぐなネッシー。ええー出しちゃいけないよ。そっと息を詰めてじっと黙ってよ。まるで隠れてるみたいにね。
もちろん。それ四人バージョン。四人バージョンの曲なんですけどね。それは森園じゃないんじゃない。いや森園さんのところですね。あそう。実は中学2年生の時にクラスメートの若部くんっていうやつがいましてね。知るかいな。若部くんっていうやつは小学校2年生ぐらいでやっぱりお兄さんの影響で。レッド・ゼッペリン、ディープ・パープル、ユーライ・エ・ヒープ、グランド・ファンク・レイル・ロード、等々等、小学校2年生ぐらいから聴き始めまして、中学1年の時にはロックは全て聴いたので、これからはジャズだって言って、やっぱりマイルス・デイビスに行ったやつがいましてね。で、その頃僕はロックを初めて聴き出したんで、2人でレコード屋さんに行きましたね。うん、この四人囃子のゴールデン・ピクニックスというアルバムがこの間ラジオで聴いたらよかったから、お前これ買え買えと。なんやよう分からんけどじゃあ買うわって言って買わされたんです。なるほど。で家に帰って聞いてみるとさっぱり訳が分からなくてこれは大変なものを買ってしまったぞ、まあ、気分としてはこうですねやっぱりね。どうしようどうないしよう。その当時の2500円は大きなお金です、ね、ところが それで、うん、ある日インフルエンザにかかりましてね頭がもよもよ朦朧としまして、うん、ベッドで寝ておりますと天井がグリ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 回ってきて、うん、渦巻きを巻き出したので、うん、これはひょっとしてこの時に聴いたらどうだろうと思ってこんな感じで4人囃子を聴いたんですその時ね、うん、そしたらですよ、うん、こういうこれがサイケデリックかって叫びましたね。誤解やそれは。それから彼にピンクフロイドとかをいっぱい借りまして、まあ、昔は本当レコードが買えなかったので、ね、だいぶ若部君にいろいろ借りましてね。僕が生まれて初めて買ったロックのレコードはですね、うん、テレビでやっぱキスとかあとウッドストック見て、うんうん、これはロックかっこええわと思ったけど何を買ったらいいか分からなかったんで、うんうん、レコード屋さんに行ってとにかくギターソロがいっぱい入ってるやつはどれだって聞いたんですよ。何だった、うん、そうするとレコード屋さんのお兄さんが出してきたやつが、うん、ジョニー・ウィンターのキャプチャードライブってやつでやっぱりファイヤーバードでフリルついてるんですよ。あついてるね。フリンジだねあれは。フリンジですよね、うん、それ買って家に帰って聞きましたらボニー・マロニーっていうやつだったんですよ。やってみていいですか。いいよ、うん、で、ダラ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 なんですよね。そうなんだよね。で、延々ギターソロなんですね。うん、そうそうそう。で、いいとこから入ったね。これ最高やなと思って。偉いとこから入ったね。もうずっとそれ聞きながらジョニー・ウィンターのギターっていうのはかっこええなってずっと。で、ジョニー・ウィンターってものすごいワンパターンなんですよね。まあそうだね。めっちゃ早いけどね。うん、かっこいいギタリストっていうのはワンパターンだっていうことを発見したんです。決めたんだ。というのも、いやこのというのも、というのも、例えばこうジミー・ページだったらこうだ、ジミー・ヘンだったらこうだってこう一発で出てくるじゃないですか。サンタナはこう、金太郎飴みたいね、うん。だからなんかこうそのギタリストの一発こうお家芸みたいなやつがあれば、ありとあらゆる瞬間にそれを出すことによって、うんうんうん、そいつだっていうのが分かるような気がしてね。変態だねやっぱりジミー・ページはね。だって。
デリっぽくないですよ、これ、すみません。これやってるうちは楽しいけど、ベンデージっていきなり来れないじゃない、ボーカル。いや、レッド・ツェッペリンと言いますと、またこれに戻りますが、これも僕、謎だったんですね。あれ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 。ここはまだいいんです、うん、こうやればいいんですけど、ああこれが謎だったんですね。やっと分かったの。シンセサイザーかとずっと思ってましたね。その存在知らなかった。これでやってるとは思わなかったですね。それをちょっとちゃんと見せてあげないと分かんないんだけどね。ちょっと教えてあげてください。なんでこれはですね、 B ストリングベンダーというものがついておりましてですね。大丈夫、このマイクついてるから生きてしまうな。 B ストリングベンダーは後ろにこうものすごい装置がこう入って、まあ、大したもんじゃないですか、ね、いやでも結構大したもんだよね。こうストラップのこの部分をですよ、ここは作動するんだよね。ここが動くんですね。こうビロンビロンビロンと、これを動かすことによって1音上がるの。2弦が1音上がるんですね。あ、そうするとこう、だ決してこうやったら格好つけてるわけじゃなくて、格好つけてるわけじゃないですね。音を変えてる。これを使うことによってなんか本当になんかね、うん、何をやってもふにゃふにゃの感じ、それっぽくなるよね。なったような人になる。これあれカントリーウエスタンのこうスライドの感じを出したくて作った装置。そう、ね、ザバーズのね、うん、あの人が。でこの感じをですね、よく変えますね僕もね。本当に。この感じをこの普通のシンクロトレモノでやろうと思うと、できないかなと最近思っていろいろ駆使して。駆使した結果ですね、うん、こういう奏法、まあ、こんな大したもんね、奏法というふうに。オービーオレヘリラポーアナマヒハワイアンみたいな。それはだからそういう結構6弦ともちゃんと上がるアームじゃないとできないよね。俺こういういい加減なやつはなかなかできない。そうですか。できるけども、できれば性能のいい方でやるとこうはあ、なんとこれっぽくなるっていう。チャーさんのそのギターもう本当話が変わってすみませんね。全く調整が完璧にできてないからね。いやできてるでしょ。できてないよ。俺はもう単純にジェフ・ベックがここで弾いてるからこうしたかったよ。ほう、ジェフっぽいフレーズ、ジェフっぽいフレーズはこうなんですよ。やる。でもこうジェフベックの写真を見るとよくこう手がこっちに来てることが多くて、ね、なんかねやってるよね。あいいですね。多分なんか僕はこれあのちょっとホットロッドっぽい感じで。お通りに行こうよ青い海のもと、明るい恋のリズム、でっかい太陽が恋の女神なのさ。大通りに行こうよ海は友達なのさ。シーサイドバンゴーバー、シーサイドバンゴーバー。
さっきのこういう声のいいよね、なんかね。お、それバットマンですか。うん、次が子供では難しい。ああ、できないですね。そうなんだ。これどうですか。じゃあ、違う、これどうですかってお前ウルトラQ怖いですね、この子。石坂浩二のあのナレーション怖い。これどうですか、これああこれ絶対ね、俺ね、鬼太郎ってね、エレキで食ってたの思うな、うん、ここから始まるんだよ。それも F マイナーなんだ。これすごい、これかなり来てますねそのテンションは。ここのみたいな顔になってる。僕ちょっとゲゲの鬼太郎みたいじゃないですか、なんか。うん、ちょっとね。うん、ちょっと洋楽なグエゲグエイ。あ、G だ。ゲゲゲの鬼太郎。ああ、なるほど。ドイツっぽいな。ローリーとは何なの？僕はやっぱりこう変なことだよね。こういうやつですね。それ最近じゃない？でも最初からそうじゃなかったね。そう、でもいや子供の頃結構ふざけてた。そうやってずっとやってましたね。中学生、うん、中3ぐらいからフラワートラベリンバンドに魅了されてしまったので。なるほどね。うん、俺もね、実はでも高校になって、もっとも中学の時夜音に行って、いつも鳥はフラワーだったんだけど、このシャアさんの夜音の話は最高でしたけどねそこでやっぱりその高校入って急に中学から広がって、東京もボンってね、地元しか知らなかったのがちょっと大田区、世田谷区、俺品川区なんだけど、その辺のやつらと知り合って、んでその日本のロックっていうこう話題になって、でやっぱフラワーすごいよねって言って、それで自分たちのオリジナルもフラワーみたいにしよう。そういうことあったんですか、千葉さん。うん、ガスマスクっていうグループ作って、おでそこのギターソロは全部そういう世界だったね。どういうキーは何でやるんですか、ね、A だったかな。もっとね、俺の場合もっと日本的だったんだよ。あ、とにかく高1なんでテンポ早いの。モダンなところには行かなくて、ね、でそこからだんだんインドに入ってきて、
こういうね、やはりそういうインドとかこう中近東っていうのはやっぱり誰でも通る道なんですかね。特に60年代後半やっぱインドっぽいムーブメントがあって、ええ、やっぱサイケデリックな感じがあって、シタールがやっぱり結構出てきて、ジョージ・ハリスンもあのなんだっけな、あれはリボルバーっていうアルバムで結構使ってきて、で日本ではモップスの、星勝さんが使い出してシタールを、そうそうそう、レコーディングにね、ミヨーンっていうね、それでインドだよなんつってなって行ったこともないし見たこともないんだけど、でインドに、インド行って、でもうそこで変速チューニングを覚えたんだよね。変速チューニング、変速を変速チューニングですね。変速はね、ちょっとじゃあもう、早いですけどちょっとやってみましょうか。早いですけど、いやすいませんね、本当チャーさんに今日はね、いろいろ ご指南いただきましてね。ダットガットとかですか。そう、名前知らなかったの、自分で発明したと思ったらみんな言ったら、ダットガットでいいですかっていうのこれ。え、で、
ットガットってインドってこういう感じもあるんですけど、うん、なんか和風の匂いもちょっとするんですよね。あるよね、やっぱりサンドがないからね。これをね、ドアーズみたいな、源氏物語。ちょっと沖縄っぽかったね。あ、そうなんです。あの源氏物語 の, あの冒頭の天代の、一番初めの部分を歌をつけて、うん、なるほど、 やりました、子供の頃に。あ、子供の頃に。なんかこう それを覚えなきゃいけなかったもんで。あ、そうなんだ。はい、なんかこう俺だからゼッペリン聴いててこれしかないなと。こっちなんですよ。ああ、ここまでしかできないです、僕。ブラックマウンテンサイドかっこいいですよね、うん、だからそれが普通のチューニングじゃできないなと思って。だって下が D だっていうのが分かって、で最初はここだけやってたんだけど、これは大発見でしたよね。実はこれはこのダットガットチューニングを使って、うん、全くギターが弾けない人にギターを弾ける楽しさを味わってもらうっていう、うん、俺もやった、それ。やりましたか、うん、僕もね、榊原郁恵さんとかね、いろんな人に体験してもらいました。俺はね、だからそういうのは本当にそう、女の子にいいんだよね。そうなんです。なんでかで、ここだけやってりゃいいんだよって。そうで、意外とね、まずなんか何も抑えなくていい、うんうん、山寺に金をみたいなみたいな やってもらうんですよね、うん、山寺に金をで、ここを押さえてなんかこうすすきが山寺ってとこ、こうなんか揺れてる感じとか、歩かできないと思うんですけど、いきなりやるせいもね。これはでもこのチューニングで、でもなんかこう不気味な感じをすごく出せますよ。
そっち行くか。ミスティマウンテン。あの曲変ですよね。レッド・ゼッペリンで一番好きな曲、もうほんとすいませんね、話が飛んでしまって。どんどん飛んでくれ。レッド・ゼッペリンで何が一番好きな曲かってたまに聞かれることないですか？いや、あるある。俺なんだろうな、結構アコースティックもんが好きで、アコースティックはやっぱりあれが好きだな、サンキューですか？サンキュー、サンキューはもう、If the sun refuses to shine, there'll still be you and me on the mountain, trampled to the sea.Still be you and me. A kind of woman, I give you mine and home. A kind of woman, and nothing alone. Love is known to lay a whisper of the rain. Together we should go until we die.Love is yours. Just love me. L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 ove me. イギリスっていうぽいですよね、感じがするよね。それとやっぱり1枚目の、あのなんかこう1枚目だけでツェッペリンって全く音が違うじゃないですか。違うね、あれがね、すっごい好きなんです。だんだんこうドライな方向にこう来るんですけど、ファーストだけ、それで急にまたアコースティックに4枚目ぐらいで戻るんだけども、1枚目は実験だね、あれ、ジミー・ページのね。ほう。だって「You Shook Me」だとか結構ブルースっぽい、ね、うん、もの入ってるけども、で2枚目でついになんか、うん、こうギターリフの鬼みたいな、うん、あと、なんか意外と俺はジミー・ページでアコースティック育っちゃった。ああ、いいですよね、でもね。で、だから、とかね、なんか結構それでそのオープンな感じと覚えたね。ああ、オープンな感じ、ね。うん、F シャープマイナーもだからこういうのとか、まあ、これ以上はまあ企業秘密はないだから。クラシックギター見ててもやっぱどうやって開放を使うかはみんな四苦八苦してるし、結構面白い。俺もだから全然 C シャープでも。マイナーで平気でこう一弦オープンして、B フラもなんかこう使えるのが楽しい。怪しいコードですね。怪しいでしょ。怪しいの好きだね。でもこう、開放を使うとこうね、うん、いいよね。
寄せる 波がこう寄せてくるような感じ、ね、どっちかというと川系だね。ああ、どこの川ですかね、これは。長野県かな、南アルプスの麓みたいな。でっていうのはなんかこうでっていう行動はなんかこう天国へ連れてってくれるよう な, なんかそういう響きがある。なんか、ね、でってねありますね。インド的にはこう脳もそうなんだけど下半身に来るんだって。下半身に、うん、なるほどね。だから低い方のでってやっぱり、ああこれ行くとね来るじゃん。あ、インドっぽいくなりますよね、いきなりね。だからイギリスっぽくもあるし、ちょっとケルトっぽい、うん、こういうこうデーはいいですね。あ、デーはいいですねって変な言葉ですね。そう、おもろいね。デーはいいですね。これはこう、いいとかになるとこうもうちょっとこうあれ急にブルースになるのいいわね。ブラックカントリーウーマンでしたけどね。ゼッペリンのあるね。あのそういえば中学、本当に話が変わってるんですよ。中学校の時に何でも好きな歌を歌っていいですよって、うん、
あの音楽の授業で言われた。何を歌おうかな。じゃあこういうのはどうかな。あの上田正樹と有山淳二のぼちぼち行こうかっていうアルバムに入ってた、うん、A のブルースなんですけどね、うん、おかまなんて気安く呼ばんといて、これでも女のつもりないよ、街で歩けばみんなが振り返る、あたいが嫌いなせいかしら、パパさん今日もあたいの店に来てちょうだい、うんとサービスしちゃうからガチの。これをやったら歌の途中でいい加減にしなさいって言って怒られましてね。それは心の狭いねえ、ね、あの二人のコンビまた復活しましたけどね。らしいですね、うん、あの楽曲で僕はこのギャロップみたいなやつもほとんどできないんですけどね、うん、ああいうやつね。ブルースがやっぱ流行ってたんですよね。そうだよね、やっぱり大阪人は弾くこともするけど歌うことを。そうですね、東京はねセッション始まるとねギターばっかになって結局これになっちゃうんだよね。ゴージャーにも。でも関西人は行くとほな何歌うから始まるから、ね、ほなスタンバイミーキーは何で行くっていうこう歌いたがりが多いよね。でハモりたがりや。何かやりたいことがある。そういえばそういえば大ネタがあったんですよ。そういえばなんかあったらしいな。大ネタがありましたね。あすごいもんあるよな、ここレッドゼッペリンが。これあのやっぱりレッドゼッペリンのなんつうんだっけそれ。ハーディガーディ。ハーディガーディ。ハーディガーディ。おい、どこの楽器なんだよ。トルコ、フランスかもしれない。フランスですかね。チューニングが狂ってなければもう今嬉しいんですけどね、うん、さっき散々やったんですけどね、基本的に G みたいな感じですね。G 何ですか。違い。チューニングは決まってんの。何弦張ってんの。何弦。これガットのね弦で。フランス人とは思えないな。なんかこの円盤でバイオリンみたいに、ま、回しはるんですね。ああそれ、ね、であの全部基本的には。G のつもりだったんですけど全体的に F シャープ。いやでもね F シャープ分の G みたいな変なこういう。G だとなんかちょっと G でこうやってると違うね。違いますね。うんやっぱ。
けてる。ありがとうございます。抜けましたね、ちょうどね。これあの本当レッドゼッペリンのアルバム「インスルージアウトドア」の1曲目が始まりそうな。まあ良い子は真似しないように。本当に見して。あ、もう ぜひやってください。いや場所交換。じゃあ、いやどう何ここ俺こっち側でこうやって、あ、もうすでに音が出るんだ。こうしていただきましたね。であの上から行く。上から行くと思います。こう行くんだ。いや、上から多分。こう行っていただくと。持ちづらいな。すげえ。あ、さすが。二つは押せないんだ。